独パラゴンソフトウェアグループは、Windows、Linux、s ンビア b i a n p r m o s を対象にシステムユーティリティを開発するベンダーとして1994年に設立された。ヨーロッパを核として世界各国で事業を展開している。パラゴンソフトウェア株式会社は2007年7月に設立されたパラゴンソフトウェア GMBH の日本法人である。 日本で LB イメージバックアップ7ベーシックの販売により実績関係の深かった株式会社ライフボートをパートナーとして当初は合弁会社として設立された日本では代理店経由での販売のほか、a m a z o n .co.jp でも製品販売を行っているまた蒸気ライフボートや製造業の企業を中心に製品を OEM 供給し別の製品名や 組み込まれる形でも多く、市場に出回っている。また、ドイツのパラゴンソフトウェア GMBH により、バックアップツール製品の一部、もしくはファイルシステムドライバー製品の一部が、日本でも、個人仕様に限りフリーで販布されている。なお、パラゴンソフトウェアの日本語ウェブサイトより、ダウンロードで購入できる製品は、パラゴンソフトウェア GMBH が製品化及び、販売。 プロモーションを行っており、日本法人であるパラゴンソフトウェア株式会社が日本市場に合わせてカスタマイズした上で広く販売している製品とは仕様や名称が異なる場合があることに注意が必要である。パラゴンソフトウェア株式会社の主要業務は企業をターゲットとしたバックアップ、パーティション操作、マルチキャスト製品の提供とそのサポートサービスであり、 パラゴンソフトウェア GMBH 製品の日本語へのローカライズも担当している。2017年4月には資本金を1000万円から2000万円に増資すると共にパラゴンソフトウェア GMBH が出資比率の100%を占める企業となった。ここでは日本法人であるパラゴンソフトウェア株式会社が販売する製品について記載し、 パラゴンソフトウェアの日本語ウェブサイトでパラゴンソフトウェア GMBH がダウンロード販売する製品は対象としない。人によっては一言でパラゴンと特定の製品を称するが、下記のようにパラゴンソフトウェアには多種多様な製品が存在するため、正確な対象製品を相手に伝えられないことが多い。また、最近の製品ライセンスは、 OS のプロダクト ID に紐付けされるため、復旧手段があるものの Windows 10の大型アップデートにより強制的に OS のプロダクト ID が更新されると、製品の最有効化に作業が発生する場合がある。ありがとうございます。